新たなレサマゆりこ様、本日もポチッとありがとうございます。家事育児お仕事皆様お疲れ様でございます。ということで本日はなんだろうなっていくと言いますと、おばあちゃんに出産報告してみた、まだ言ってないぐいということで、あのおばあちゃんだから、ナータンのひいおばあちゃんかな、そうだね、ナータンのひいおばあちゃんに出産報告をしてないんですよ実は。はいもうすぐ4ヶ月になるところなんですけど、確か結婚も言ってない気がする全然会ってなくて、結婚もそんな言ってないか、遠回しっていうか親戚自体で聞いてるか、電話をもうほんといつぶり、いつぶりっていうかそんな感じの、ほんと覚えてないぐらい会ってないし喋ってなくて、まあ、多分元気にしてるんですよね。聞いてる可能性はあるので、まあ、そういうことも含めて報告できたらなと思います。でもし会うタイミングがあれば、ちょっと赤ちゃんとおばあちゃん会わせてみたいなと思ったりしております。いや緊張するな、なんかさ電話する前ってなんかどうしてる、いつもすぐ速攻にみんなかけられる、なんかさイメージみたいなしない、電話かけました、まず最初話題なんて言おうかなみたいな、元気みたいな、最近何してるみたいな、うわー緊張する、いや出るかな、てか多分私の電話番号を登録してないからもしかしたら出ない可能性もあるんだよね。緊張する、ちょっと待ってよ、これね、あの本当緊張するんだよね、いやおばあちゃんなんだけどね、緊張するな。いやもう最悪なことを考えとこう、なんかいつも最悪なこと考えとこうんだけど、あんたの孫なんかひ孫なんか興味ないよって言われる、よしって言われて傷ついて電話が終わる、よしこれが最悪だよね、これが最悪のシチュエーションだよね。はい、かけます。出ないかな、出なかったらこの企画終わる、終わるかも、この企画終わった、かかんないんだけど、留守にしてるってさ、ばあちゃんって携帯じゃない、携帯じゃない、留守にしてるなんて出る、ということでちょっと電話出なかったので、もうちょっと時間経ってからもう一回電話したいなと思います。あーこれはイルス使っている可能性が高いよね、企画倒れじゃん。はい、でもねおばあちゃんにちょっと次の日になったんですけど、影見てみたいと思います。いやもうイルス使われてんのかな、もしもし、はい、お母さん、私ユリなんだけど。ああ、ユリなの？そう、元気？まあ、まあ、珍しいこと。どういう変化よ、電話くれたなんて。いや、この結構前になんか電話聞いてさ、うん、私登録したらお母さんの電話番号聞いたなと思ってさ。どうしたもんだよいや実は、まあ、実はね、あのちょっとまあもしかしてちゃんから聞いてるかもだけどね、うん、ちょっとあの赤ちゃんが生まれたのよ。へえ。ユリがお母さんになったの？そうなのお母さんに報告してなかったから。あ、女の子です。そうだから、ありがとうございます。そう、だから言ってなかったからね、ちょっともし、うん、会えたらね、うん、会いたいなと思ったりしてね、そう。ああ、そう。いや、私もね、うん。年取っ
ってきて、うん、あのほらもういつ死ぬか分かんないから、うんうん、でもね私さ誤解されてるのを解きたいと思って、うんうん、孫にも言ってなかったけど今初めて孫のゆりにあのこのことをお話ししてもう死んでも思い起こすことないわちょっと会いたいなと思って電話してくれたのに。え、全然全然そんなこと会えたりするのかな、お母さんと。電話切った？うん、切って、あ、ごめんごめんごめん、ミュートなってた、ごめんなさい。今ね、3ヶ月でもうすぐ4ヶ月で、ぜひね、あのお母さんと会いたくって。あ、かわいいね。そう、ぜひね、会いたくてね、会ってほしくて。あの、いいよ。いい？十人神社待ってる。いい？じゃあそこにまた近くになったら電話するわ、お母さんに。うん、これゆりの電話番号だからさ。この電話番号？そう。言ってよ。うん、これゆりね。それじゃあね。うん、12日ね。またなんか変更とかさ、お母さん難しくなっちゃったらまた全然連絡して。うん、難しくないよ。うん、本当？ありがとう。はい、じゃあごめんね、いきなり電話しちゃって。よかった、電話出てくれて。いきなりせっかくね電話してくれたのに、うん、もうなんかついゆり。全然大丈夫、全然大丈夫よ。声聞いたらね。うんうん。待ってね、言っちゃった、ごめんね。全然大丈夫だよ、お母さん。ありがとうね。そんなことでね。うん。じゃあね、また会う時まで。うん、またね、楽しみにしてます。ありがとうね、いきなりごめんなさいね。はい、うん、またね。はい、ということで、ちょっとこれ放送できない。放送できないことがいっぱい。あの、本当に久しぶりに電話したので、悩み相談がすごかったね。ということでね、次回おばあちゃんと会ってみたということでね、楽しみにしたいと思います。はい、ということで本日も見てくださってありがとうございました。よろしかったらチャンネル登録とグッドボタンお願いします。あのチャンネル登録ね、されてない方はぜひあのポチッとしていただけると嬉しいです。あの今年中に1万人増やして20万人に行きたいんです、お願いします。ということで本日もありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。バイバーイ。あ、各 SNS のフォローお忘れなく。